それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴでもないことになってるぜ。こいつ。どうすればいいのか、全くわからない。ストレートで追いつけって言われたけど、そんなの無理じゃん。殺すぞこら。須藤と申します。ゴワウマヅラハギ。うわ、ダメだ。京一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね、この頃。そうか、変わりましたよ。なんていうかな、以前はもっと単純で具体的でしたけど、それだけ藤原が成長してきているってことだ。俺はな、Dのバトルの中でケイスと藤原にあえて課題を投げかけるようにしよう。藤原が短期間のうちにめきめき進歩していくのはそのおかげですよ。うすうすは感じてましたけど。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれないな。相手があることでした。全てを予定通りにコントロールする高すぎるハードルを藤原の前に置いてしまった。レールと車輪との接触面での摩擦の割合、ミューが低ければ低いほどブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うほほ、滑ってる滑ってる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。逃げるこっちが過ぎれちまうよ。やべえ、迫力あるぜ。走ったらしでクリアする。2000の14は1両がおよそ33。しかし相手の300系はおよそ15と倍以上のウェイターン。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、あらゆる局面において藤原には不利な条件が揃っている。今までのバトルとは違う。正反対の発想が勝利の鍵だ。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能だ。こんなことは今まで一度もなかった。やりにくい、マジで。それにしてもよくついてこれるな。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったっけ。この雨がくさもんだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、いろいろな奴の方がリスクを冒してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。スイスイ、だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやるね。してあれのことかな。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。
なんなんだよてめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今アザミノを通過したからさ、40〜50メートルのを探しぜ。わからない、頭がクラクラしてきたぜ。もう線が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに、俺のシミュレーションではありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれぬぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぶらつかせてやがるぜ。ついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るように分かる。絶対捕まえる。この日の僕を仕掛けるチャンスは1回かせいぜい2回。やば、滑られてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。げえ、なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。やっぱ自分よかコーナー早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うんなら絶対できるはずだ。やっべえ、あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。ただでさえ醜い夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスまで絶対離されない。水煙に遮られた視界をものともしない藤原の意志は、東道塾の第2ラウンドでさ、ブラインドアタックと同じ性質なんだ。目から入ってくる情報が不足していたので、頭の中に浮かべるイメージでそれを補うことができた。藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアートで限界スピードを瞬時に見極め、目印の前でエルに狂いなく乗せていく。全てはイメージなんだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点かもしれない。いけえ。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。少し離された。やっぱりカウンターはダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら、凌介さんは。来る。この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。ダメだ、マジわかんねえ。カウンターじゃないとすれば、一体どうすれば。
こっちだって仲間うちの対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。もう時間ない。考えてる暇ない。わかんねえなら行くしかない。来たー、来ましたよ池谷先輩。俺消えた。バカな、ありえねえ。たった言葉川までぴったりと前哨灯が張り付いているはずだ。娘が消えただろ。ありえない。一体どこに消えたってんだ。まさかそんなことが。闇に紛れてドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。前から抜かれたのも二つっている。こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。いや、今は自分の走りに集中しろ。さっき決まった相手が見えないのはあっちも同じだ。負けることがあるのかよ。この条件でお前が。絶対俺は信じらんねえ。一体何があったんだよ。信じるも信じないも、こっちが有利なはずの中盤まで食いつかれてアドバンテージを作れず、確実に抜ける近く間でやられただけだ。ブラインドアタックはきっかけに過ぎなかった。ひょっとして300回が合わなかったとか。いや、車は申し分なかった。考えられる最高のパフォーマンスだ。相手があいつでなければ間違いなく勝っていた。おいおい、しっかりしてくれよ。なんだよそりゃ、素人じゃねえんだからよ。なんと言われてもわかんねえもんはわかんねえんだ。どっちが早いとかそんな単純な話じゃない気がする。お前らだってあの2000には勝てなかったわけだろ。もうたくさんだぜ。俺は心底自分に自信がなくなった。しばらく立ち直れそうもねえや。あいつは何かが根本的に違う。